こんにちは、新大理メンバーの高橋鈴香です。本日なんですけれども、最強就活生の3人に来ていただいて自己 PR 対決をやっていきたいと思います。はい、はじめまして、クリア層のたくまと言います。今日は少しでもなんかお力になれたと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。たくまと同じく今、クリアソンという会社で働いています、原と申します。よろしくお願いします。今日挑戦してくださる学生の方、自己紹介お願いします。はい、東京工業大学で融合理工学系というところに所属しています、石川慎です。はい、現在筑波大学の大学院に在籍しております、松原と申します。はい、一橋大学の社会学部に在籍しております、大塚紀穂と申します。1分間程度の自己 PR と、あとあなたを採用するメリットについてお話ししていただいて誰と一番働きたいと思ったかっていうところの観点から1人選んでいただければなと思います。で、最後にはささやかになんですけれども、プレゼントも用意しておりますので、それをゲットできるように頑張っていただけたらなと思います。早速始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですけれども、お三方に1分間程度で自己 PR ということになるので、順番にお話しいただきたいなというふうに思います。どなたからでも大丈夫なんですけど、行きたいという人いますか？はい、じゃあお願いします。大塚さん、私の強みは新しい環境でも物でせずに挑戦して、かつ成果を残せるところだというふうに考えております。私自身幼少期にイギリスに住んでいた経験がありまして、そこでその全く知らない言語でいろいろな人が話してて、もう初め自分が英語が喋れない中でも、どんどん友達を作りに行ったというような原体験があって、でそのようなもともとの性格があって、大学生ではフードロスの長期インターンというものに参加をしました。そのフードロスのインターンではもう営業というのに挑戦したんですけれども、営業というのは全く やったこともなくて、どういうことをやるのかも知らないけど、なんとなく話したいなっていう気持ちから始めました。で、実際にその成果として、最高で1ヶ月間800万円だった売り上げを1200万円だったり、その300万円から400万円ほど売り上げ向上をさせられたというところで、私自身新しいことでも挑戦して、でかつ成果を残せるというところが強みだというふうに自負しております。以上です。私は学部時代に体育会ソフトテニス部の主将をしておりました。で、チームとしてリーグでいつも最下位から1個上の 6位中5位という結果で、成績でずっと数年間チームとして続いてしまっていました。で、それを結果的に自分が主将になった代に3位まで引き上げることができました。で、それをどうやって達成したかで言いますと、まずその女子のチームの中での課題が何かっていうところを特定して、一番はやっぱりメニューにあると考えました。で、そのメニューがこれまでは男子と一緒にスキルもあとは体力も上である男子と一緒に練習のメニューをしていたんですが、そこを切り離して自分たちが一番課題に感じていることを解決するメニューを独自で作り上げました。それによっていつも負けていた試合で負けていた時の要因と、それを解決するためのメニューっていうところを紐付けて、メニューを作って、それを実践することによって結果を残すことができました。私の強みは、最後になりますが、私の強みは、課題の、課題特定力と実行力です。ありがとうございました。はじめまして、石川慎です。僕 の強みはチームマネジメントだと思っています。で、僕自身大学に入ってから8以上団体立ち上げてきて、で、全部一人でやってるんじゃなくて、友達をちゃんと巻き込んでちゃんと形にするっていうところが僕は得意だと思ってます。で、実際学内のコワーキングスペースの運営をしたりしてるんですけど、そこも本当に、まずコンセプトも何もない状態から、今実際4年間ぐらい運営しているので、立ち上げ期のコンセプトをまとめる、みんなの意見とか、モチベーションを上げつつまとめるっていうところから、実際に今運用するっていうところまでがずっと継続してできてるっていうのは僕の強みかなっていうふうに思います。他にも未経験のことに挑戦するのがすごい好きで、学部時代、学部の1年生のとか2年生の頃は結構海外旅行とか、あとはコロナで海外行けなくなった時に無人島に行ってみたりとか、本当に自分の知らない環境に飛び込んで、なんかやったことないことを挑戦するっていうのがすごく得意です。よろしくお願いします。続いてですけれども、こう仮に皆さんを採用した時 のメリットみたいなところをどうお考えかっていうところを教えてもらいたいんですけど、
お願いします。はい、そうですね、僕はあの本当にさっきもちょっと言ったんですけど、あのやったことないことでもあの果敢に挑戦していけるっていうのが、あの御社があの僕を採用した時のメリットだなっていうふうに思ってます、うん、特に今新規事業であったりとか、あと新しくチームをちょっと変えたいとかメンバーをちょっと変えたいってなった時に、最初なかなかコミュニケーションうまくいかないと思うんですけど、僕はまあ組織まあ、たくさん運営してきたっていうことと、まあ、あと僕自身もともとの性格的にあの人の話を、まあ、まとめたりとか人をつなげるっていうのがすごく得意なので、あの新しくプロジェクトであったり組織を立ち上げるっていう時に僕を採用していただけたらなと思います。はい、はい、私を採用するメリットは2つあると思います。まず1つは持ち前の明るさです。あのお客様の前でも、まあ、チームの中でも、まあ、私が入ればまず空気が暗くなることはないです。必ず明るくなります。明るい場所であのいいアイデアとかが出ると思うので、そういったこうチームを明るい雰囲気にするっていうところはあのお任せください。あともう一つは、まあ、先ほどの自己 PR にもあった通り、まあ、すでにあるルールとかにちょっと疑問を感じたらそれを変えるべきなんじゃないかっていうところを提案することが得意だったりとか、あとはこれまであの海外で1年間は保留していた経験ですとか、まあ、農業、漁業をボランティアでやっていた経験などいろんなところに飛び込むことに抵抗がなくむしろ楽しめるので、仮に事業が変わったりこうプロジェクトが変わったり事業が変わったりしても、あの部署が変わったりしてもどこでも楽しめると考えています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、私を採用するメリットは2つあるというふうに考えています。1つ目が組織風土の面、2つ目が事業内容という面 で1つ目の組織風土という面につきましては、私自身そうですね、少し変わってしまうんですけれども、うん、どの環境でも楽しめるというようなところがありまして、これまで国内海外含めて4回引っ越してきたことがあって、どの環境でもその楽しいっていうふうに自分が感じられて、でかつ相手にとってもすごい、あの大塚さん、まあ、キーちゃんって呼ばれてるんですけど、キーちゃんがいなくなるの本当に寂しいっていうふうに言われて、で結構どんな場でも臨機応変に対応できるという点で、まあ、どこでもうまくできるんじゃないかなというふうに考えております。で2つ目のその事業内容という点につきましては、私も新規開拓、まあ、新規事業という面で貢献できるかなというふうに考えております。でそこでかつ成果を出せるというのが私ならではの強みかなというふうに思っておりまして、例えば今どの企業も CSR だったり SDGs とか、まあ、その社会的責任を両立しないといけない中で、やっぱり組織、まあ、会社としてどうしても利益を出さないといけないというふうに思うんですけれども、そのまあ社会的責任と利益 その両方を兼ね備えるという面で貢献できるんじゃないかなというふうに考えております。はい、ありがとうございました。いや、私あの集団面接でこの人たち来たら嫌ですめっちゃ嫌ですっていうぐらいすごかったです。すごかったです、うん、こんな経験もあって学歴もある人たちが来たらもう終わったと思いますねそれぐらいすごかったなって思いました。どうでしたか皆さん。自分が優勝したなって思う人は手を挙げてください。せーの、はい、あ、しんくんが自信の下げ、うん、負けましたか。いや、やっぱなんかみんなちゃんとしてんなって思いましたしんくんもすごいなって思いました。いやいや、じゃあ早速なんですけれども結果発表を聞いていただきたいと思います。原さんからお願いします。この1分間で働きたいと思った人、うん、やったいや、まだ、まあ、佐久間さん、じゃあ佐久間さんの聞いてからあのなんでかっていう理由を聞いてくれたなと思います。あくまでこの1分間だけで判断をした場合、松原さん、じゃあちょっと早速あの理由の方を教えていただければなと思います。原さんの方からお願いします。はい、やっぱり1分間なので、情報がすごく少ないという、うん、まあ、前提ではあるんですけど、僕が考えたのは、仕事における再現性っていうところが一番誰がこう想像できるかなっていう観点で考えた時に、石川さんはまあ、より仕事に近いことをやってきたっていうところで、より採用を見せて考えた時に安心感はやっぱりある、うん、勝者の人材、こんな人だろうということを考えてたので、3に通すと思いますっていう、うん。